SNS などを通して。はい、ということで、なんかよくこの話になっちゃった。感想したね。感想ありがとうございます。ありがとうございます。分かった。だから今日もよろしくお願いします。
Oh.
思いがいっぱい詰まったとか言っとったけど、どういう思いかわからんくない？せいちゃん。はい。はい。どんな思いが込められておりますか？最高の仲間。はい、
沢片町のダブル金沢さんで行ってます。はい、11月です。こんな感じですか？あ、そんな感じです。はい、はい、あの定期公演、月に1回第4日曜日に14時からダブル金沢さんというところで行っております。今月は11月の26日にあります。特別ゲストがやってまいります。ライトサイドあの富山県であの主に活動されているガールズダイニングさんのね、派生ユニット、スイートサイドさんがやってまいりますということで。楽しみだよね。若い中学1年生とか。そうですよね。やばいです。かわいい。めっちゃかわいい。本当にかわいい問題2人組なんですけれども、豪華な定期公演になっておりますので、そちらの方もぜひ皆さんよろしくお願いします。一緒に楽しんでいきましょう。ではそろそろお時間で。あら、あら、ねえ、ガチョヘクシュッとなる。嫌だよっていうくしゃみだったと思います。ありがとうございます。ゆなちゃん、じゃあハイテンションに、はい、はい、行きましょう。はい、最後の曲は Today っていう曲なんですけど、サビに皆さんと一緒にやりたい振り付けがあるので、よかったら皆さん右手ハンズアップ上げてください。ありがとうございます。じゃあ私が、いい感じ、いい感じ、私が分かりやすく言いながらやるので、皆さん3つずつやりつつ覚えてください。それではいきます。せーの。
本日は本当にまた来年もねこのステージに立てるように頑張ります、はい、頑張ります。皆さんよろしくお願いします。本日は本当に楽しい